違いについてご説明したいと思います。皆さんこの違い分かりますか？普段どういった言い方をしていますかね。今日の動画は結構重要になっていて、なぜかっていうと、この言い方の違いによってプロからしてみるとすぐ初心者かどうかっていうのがバレてしまいます。でものすごくアロマテラピーを使っていくにあたってベースのベースとなる話なので、皆さんこの動画見ていただいたら、まず分類ができるようになる、そして正しい言い方で明日から使うことができるようになります。なのでぜひぜひ最後までご覧ください。それでは早速行ってみましょう。スタート。はい、ではですね、早速説明したいと思います。まず精油から、説明したいと思います。精油、こちらですね、これ私が持っているものなんですけれども、エッセンシャルオイルも精油も実は同じ意味です。はい、でアロマオイルはまた別になります。なので3つの区別としては、精油とエッセンシャルオイルは同じ意味と捉えてください。でまず精油とエッセンシャルオイル、じゃあ何なのかっていうと、アロマテラピーで使用するのは精油とエッセンシャルオイルになります。植物から抽出された、有効成分を高濃度に付している揮発性のある、ものになります。はい、ちょっと難しいですかね。はい、まあ作用がある植物、天然 100% のものというふうに覚えておいてください。はい、じゃあアロマオイルは何なのかっていうと、アロマオイル私も持ってるんですけれども、これはフランスの原産のものですね。私はだいたい今あるの5本ぐらいかなあるんですけれども、アロマオイルっていうのは香りのする液体という意味です。アロマテラピーっていう意味と、こっちの精油の油オイル、エッセンシャルオイルのオイルから取って作られたアロマオイルっていう日本語造語になります。はい、なのでアロマテラピーで使うのはアロマオイルではありません。厳密に言うと違うんですね。それは何でかっていうと、アロマオイルっていうのは、合成香料、人工的に作ったものも含まれるからです。アロマテラピーで使うのは天然 100% のものしか使いません。そのものしか刺しません。はい、なので皆さん結構アロマオイルっていう言い方の方が浸透しているので、アロマオイルあれ欲しいんだけど何かおすすめあるとか、この前アロマオイル買ってねって結構私のところにメッセージいただく方多いんですけれども、もうそれだけで実はプロからしてみたら、精油っていう言い方だったりエッセンシャルオイルっていう言い方をしてない場合、初心者だなっていうのがすぐに分かります。で別に間違いでもないし恥ずかしいことでもないんですけれども、厳密に言うとこの違いっていうのははっきり分かれているので、アロマテラピーを使用したい、リラックスしたいとか、よく眠りたいとか、体調良くしたいっていう意味で使う場合には、精油エッセンシャルオイルっていう言い方をしてください。じゃあアロマオイルっていうのは何なのかっていうのを深掘りしていきたいと思うんですけれども、こっちは合成の香料で使われたものも含まれます。もちろん天然の香料だけで作っているものもあるんですけれども、天然のもの 100% だともう精油エッセンシャルオイルになっちゃうので、ちょっとアロマオイルとは違うんですね。でアロマオイルの人工香料って何なのかっていうと、石油系の原料で作られた香りのするものです。で天然の植物の模範をしたものになります。なので、人工的にこの香りに似せて作ったものになるんですね。あとは、植物由来のもので作れないものっていうのを人工的に作り出していい香りにしたりとかもあります。はい、人工香料って結構奥が深くてですね、環境保護の観点からこういった人工香料にしているっていう結構深い理由もあったりとかします。でもちろん利益のため大量生産するためとか、手頃な価格で提供するためにっていうので、安くで作って人工的にっていう場合もあります。なので様々な理由がねここにはあるんですけれども、まあ、一概に否定はしきれないなっていうふうに思います。私はですね、あんまりこの人工香料を否定する派ではなくてですね、それなんでかっていうと、環境保護の観点からこっちでは取れない、もう植物これ以上この種類を取ってしまうと絶滅してしまうっていう種類を人工的に作るっていうのはものすごく大切なことです。
で、それだけではなくって、今まで、本当に香水業界を引っ張ってきたような、例えばシャネルのナンバーファイブとか、いろんな香水、有名な香水ありますよね。香水って実は、トップブランドの香水であっても天然香料と、この合成香料っていうのは半々ぐらいにしてブレンドして作られてるんですよ。なので天然 100% じゃないんですね。はい。なのでこう否定しすぎるのはもちろん良くないなって個人的には思ってます。まあ、割とこっち天然 100% なので、プロの方はちょっと人工的なもの否定されるって方は割と多いんですけれども、まあ、私個人的にはね、いいんじゃないのかなっていうふうに思っています。はい、はい、それではですね、精油エッセンシャルオイルとアロマオイルの区別の仕方について説明したいと思います。はい、精油とエッセンシャルオイル、そしてアロマオイルの見分け方にはポイントが2つあります。まず1つ目は、買うお店で、区別することができます。2つ目はラベルで区別することができます。それぞれ説明していきますね。まず1つ目なんですけれども、アロマオイルっていうのは雑貨店やインテリアショップに置いてあるものになります。こっちの精油とエッセンシャルオイルっていうのはアロマ専門店で購入することができます。稀に雑貨店ですとか、インテリアショップにアロマオイルじゃなくって精油が置いてある場合もあるんですけれども、見分けがちょっとつきにくいかなというふうに思うので、もう確実な方法としてはアロマ専門店で購入してください。で、2つ目のポイントなんですけれども、パッケージです。こっちはパッケージに原産国ぐらいしか書いてありません。そのブレンドされた国しか書いていません。これだと原産国フランスですね。はい。で、こっちはちょっと外箱が今ないんですけれども、基本的に外箱に、学名、抽出部位、抽出方法、産地っていうのが必ず書かれています。それが書かれているかどうかをチェックしてください。植物天然 100% のものなので、その植物がどこで採れたものなのか、どういう方法でこの精油が得られているのかっていうのが必ず書かれていますので、チェックしてください。はい、そんなわけでね、この区別、それぞれ皆さん方法分かったかと思うので、次回から、次ね、何か欲しいなって思った時は、アロマ専門店に行って、それで必ず学名とかをチェックして、あ、これ天然の 100% のものだな、作用があるんだなと思って購入していただけたらなというふうに思います。はい、それではいかがだったでしょうか。今日はですね、アロマオイルと精油とエッセンシャルオイルの違いについてご説明しました。私はですね、アロマイン東京っていうサイトで、アロマテラピーについて、詳しく説明しております。そっちはね、無料なので、ぜひぜひ皆さん見ていただけたらなというふうに思います。で、インスタグラムもやっていますので、ぜひぜひね、フォローもしてください。ちょっとコメントいただけると嬉しいです。はい、じゃあですね、次回からどんどんアロマテラピーについて、ご説明していきたいと思いますので、次回も楽しみにしてください。さようなら。